ター弾き始めるとビーズ映像を見るときに松本氏のカットが少なくてイガイガします。イガイガしちゃう。俺の世代はそれを噛み締めてきたわけですよ。ほんでバズとか見て、一生懸命ギターコピーしようとしてたんですけど、あれはバズザムービーって書いてあって、その意味をもうちょっと噛み締めるべきだったんですよ。要はムービーなんですよ、あれは。あくまでもライブ映像じゃなく、ラブミアレブーかなんかで稲葉衣装がどん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 変わっていって、別の日のカットとかが混ざってるみたいなのありますよね。あの調子でギターも全然出てる音と映像が違うっていうことが多々あるので、あの映像を見てコピーするのはなかなか危ないですね。とか、イガイガする、もっと映してくれだけじゃなくて、どんどん近年ね増えていってるんで、ギターのカットが。あとはやっぱり画質ですよね。画質、ちっちゃく映ってても、遠目から映ってても指とか全然見えてるんで。今は、昔はやっぱ全然見えなかったですよね。よっぽどアップにしてくれないと。ガサガサでしたね、画質。